はい、こんばんは、こんにちは、おはようございます。ブータと。ゆうちゃろでーす。はい、よろしくお願いします。はい、今日からなんとですね、ゆうぶーチャンネル、一気に生まれ変わりたーもうね、どうしよう。しょっぱだから、カットしたいな、これ。無理する。まあいいや、もうさっさとしてもね。生まれ変わらねえ。生まれ変わんねえ。なんと、今日からゆうぶーチャンネルですね。大丈夫これ。始まり。もうカミカミやけど。いいんじゃない？いいか、こんな感じよ。そう、何が始まるかというと、リアルブログ、リアルブログです。キモリアルブログが始まるんです、このチャンネルで。どういうことかって聞いてきてよ。それどういうこと？もうあんた進行が下手やな。え、それはどういうこと？自分も事前に聞いてるから内容把握してる。キモなんか別に聞くまでもないかな。そういうこと。うん、ですね、まあ、今日から、まあ、簡単に言えば、毎日投稿が、ほぼ毎日投稿が始まります。ほぼ全部に週に1回ぐらいってこと？違うよ。ほぼ毎日投稿。みんな嬉しくない？これ、ゆうちゃろぶーたろファンは。週に2回？あのさ、毎日って意味分かってる？でも、ほぼがついてんだよ、もう。あんたのほぼっていうのは大半がな、消え失せることをほぼっていうね。まあ、それは今後の私たちの内容、活動を、こう見届けてもらって。うん。うん。まあ、ほぼ毎日上がると思います。まあ、こんなクオリティの動画が。はい。もう、ノー編集で、日常をお送りしようかなと思います。まあ、日常っていうか、この動画を始めようと思ったきっかけは、ノー編集ってことは、じゃあ、P とかも入れへんってこと？うん、入れないです。あかんでーあんたいらんこと考えてるんかもしれんけどね。そういう時があったら、ちゃんと、カットします。あ、そうなん？あれもうだからもうめんどくさいからやらんといて。もう絶対やめてよ。ちょっと説明させてよ。今もう見てる人は分からへんやん。あ、はじめましての人ははじめまして。今日からですね、私たちこのゲイカップルなんです。私たち交際7年目のね。毎日ちょっとブログのように、雑談だったり、ま、いろいろやっていこうと思ってるんで、チャンネル登録の方よろしくお願いします。そしていつも応援してくれてるみんな、お待たせ。これから私たち2人を毎日を、こう、お届けできます。なんかもういつもずれるよな。何が？時期。なんで？夏とか盛り上がるっていうのにさ、もう夏も終わって、この秋頃になって、急になんかそんなスイッチ入り出して。いや、スイッチっていうか、これはね、理由があるのよ。なんでこれを撮ろうと思ったかっていうの。大きな理由は、これはちょっとまた別の動画で、ちゃんとした動画で、お話しします。いずれか。携帯も怒ってるわ。まあ、それはいずれか、動画で発表します。一番の理由はね、まだ言えないです。で、まあ、二つ目は、まあ、単純に更新をもうバラバラじゃん。私たちさ、更新頻度が、まあ、今回もまた3週間ぶりぐらいに新しい動画が起こるで、あんたまたこれ携帯落ちんねんから。おお、もうな、もうやめてよ、これもうノーカット、もうほんまにやめて。斜めな。なあ、もうこれで閲覧減る。ほら、もう真っ暗になったやん。はい、こんばんは。やめて。お願いやからそういうことすんの。そうやって言われると言いたくなるね。そう、もうこういう感じで、もうなんか、たわいない会話とか、やっていくんですよ。全然たわいない会話じゃないよ、今喋ってんの。なんで？ん？そこ拾ってくる？何？全然たわいなくない。どこがたわいもないの？え？A じゃなくて、何がたわいもないの、この会話の。会話を適当なことは気をつけてくんじゃねえよ。もうさ、今日は長引かせてあげようと。まとめてきたの、会話を長引かせてあげようと。相づちを打ったんよ、お前、うまいこと。会話をスムーズにするための相づちを今打ってあげたん。ありがとう。もう初っ端、これ初日からこんな飛ばしてて、もう会話ないよ、なくなってくれ。そう、だから会話を今伸ばしてあげた。もう分かった。もう説明させて、とりあえず。何の説明をするんですか？だからこの動画を始めた理由。なんでこの動画を始めたんですか？今説明させていただこう。まあ、一個の理由はまだ言えないっていうのと、まあ、それ一番の理由なんですけど、みんなの日常に食い込みたい。はぁ、もう日課にしてほしいのよ。だから UV はもうたまにしか上がらないから、もうなんか。話やんな、そんな。そう、迷惑やねんけど。だけど、これからはもう毎日 UV を見ないと終われないなって思わせたいわけよ、みんなを。そう。あれも思わんと思う。してな、それはやってみな、わからんやん。まあそうかもしれん。もうみんなどんどん飽きて、どんどん加速していくかもしれんし、だけどね、面白いんで、
もう毎日どんな何が面白いんキモすぎんねんけど自分で面白いんでとかおもろいほらどんだけのもんやと思ってこれを聞くだけでもう毎日の仕事の疲れが吹っ飛ぶでしょみんな全然飛ばへんそうブートルも吹っ飛ぶなって言っとけそう、まあ、もう内容はもうバラバラもうその日の感覚で自分たちが思った話とかまあ、リベートとかまあ、なんかどう思う派とか、まあ、今日何があったとかちょっとさ、ほんま、そういうのされるとさ、うん、自分運転してんねんなうんなんかブートルが運転する日にしてあげればじゃあそれはそんな文句言うならブートルだって最近運転してるんですよ、皆さん知ってました、うん、朝とか夜帰りとかもうだってもうかれこれ3年4年ぐらい前はあまたそうやって嘘ついてあんたのことを信じんねんみんなはほんまに見とけよまあいいわ結果を残す人やから、うん、や信頼があるんやろ多分だめとけほんまにということでもうちょっともうどこが当たりですどこが当たりです説明の途中やねんってだからどこが当たりですとか言ってたら全然した3ヶ月も4ヶ月もだから今日から毎日更新されるでみんな嫌でも見てねでこれもまた1ヶ月2ヶ月したらなまたしばらくな3ヶ月4ヶ月ぐらい開くんやってあでもいいこと言ってくれたあだけどこれは永久じゃないんですこの毎日投稿は その第一の理由が引っかかってくれでも日本語変えたで第一の理由が影響してくるんですけどこれはある一定の毎日更新です一定期間の間のなんでのだからそれはまた喋るって言ってんじゃんまあまあみんなはまあとりあえず毎日更新あるうちは楽しんどいてくださいなんでなんか丸上から楽しんでもらえたら嬉しいです間違えたごめんなさい楽しんどいてくださいちょっと楽しんでてください。そう、そうなんです。これはちょっと一定の間だけなんで、もうこれがずっと続くとは思わないでください。だからもうみんなこれ毎日チェックしてください。そうすると僕は嬉しいです。で、皆さんの、楽しむ方法はこれ見るだけじゃないんです。見るだけよ。違う。コメント欄で、もうたくさん皆さんの今日の一日を報告してください。僕全部見るんで。あ、めんどくさくない人限定ね。やりたい人は一緒になんかちょっとブログ更新したいなと思う人。記録を残したいなと思う人はぜひ、まあ、今日9月17日ですから皆さんの9月17日をここのコメント欄に残しておくと、まあ、僕たちと一緒に思い出のブログを更新できるっていうこの新しい感じこのチャンネルがバーンになったら終わりそれが終わりってことだろそうです OK 玉時計はで、まあ、それ以外に、まあ、この動画の感想でも全然いいですしあとはなんかお悩み相談とかさなんかこういうまあなんか何でもいいんですけど、まあ、たまにそういうコメントのそのお悩み相談をテーマに沿った帰りのVlog も、もうまたいつか更新するかもしれない。会話の内容に困った時とか。もう何でも自由なんですよ。しょっぱだから、困った時とか言って、もう最先不安だけど。まあでも困ることないと思うね。まあいいや、とりあえずまあ YouTube チャンネルを盛り上げたい。これからちょっとどんどん皆さんの日常にもっと UV をということで、皆さんにもやっぱ盛り上げる手助けをしてほしいんですよね。まあ再生回数を増やしてほしいのはもちろん、コメント欄とグッドボタン。もうこれで、かなり、YouTube のなんていうの、こう、情報がさ、どんどん、あ、このチャンネルいいですねってなってくるわけよ。そう。だからアルゴリズムっていうのやったっけ賢いこと言ってみた。キモそう、それを上げるためには、やっぱ皆さんの力が必要ですし、まあその分僕がたちがね、こう会話で皆さんを、癒して、笑かせて、盛り上げれる約束をしますので、皆さん、これからどうぞよろしくお願いします。もうほんと適当のこと話すから、もうその日、その日の、その都度、その日の、その時の思いを。まあ別に喧嘩の時もあるってことそう、喧嘩の時もあるかもしれへんし、急にブータローが歌う日もあるかもしれへんし、急になんかこうネタを、モノマネ大会とかもしだすかもしれへんし、もう何があるか分かんない。とりあえずまあ10分以内に収めようと思ってるんで、なるべくね。これ何分撮ってるの？もう分かんないです。見えないんで、目が悪いんで。様子おじさんになろうか。10分以内ちょっとでも、新規さんの方に、やっぱさ、みんな新規さんってやっぱこう、お顔がいい人の方がいいじゃん。やっぱこう、様子おじさん出てきたらほら、みんな引いて帰るやろ。そう。あ、もう9時30分。あ、ちょ、もう9分。あ、もう9分喋ってるから、なるべく10分以内で撮ろうと思ってるんですよ。バイバーイ。はい、なのでね、まあ、皆さん毎日見てね。バイバーイ。こんな感じでよかったら、みんな飽きてどっか行かないでね。チャンネル登録の方よろしくお願いしまーす。あ、ちなみに今日の晩ご飯はあなたのわがままで。今日は吉野家の牛丼でーす。もつ鍋です。はーい、じゃあねー。